カソ、ミロ、ダリといった天才画家の作品群が収めてございますが、まあ、実に分かりにくい作品ばっかりでございます。グランビア通りの西の端にあるスペイン広場にはセルバンテス没後300周年を記念して建立されたサンチョ・パンサを従えたドン・キホーテとその二人を見下ろすセルバンテス像があります。アルカラモンは1774年から78年にかけてカルロス3世の命によりサバティーニによって建立された凱旋門です。大聖堂の眺めですね、もう最も綺麗なところでございますね。アルムデナー教会、これが増築工事をされまして現在の王様で現在のローマ法王ですね、ヨハネ。レティーロ公園は16世紀のフィリッペ2世の離宮跡です。アルバロ・デ・バサンという人の銅像なんですが、この人は何をしたかと申しますと、あの有名な無敵艦隊の総司令官だった人でございます。そして、太陽の門広場でございます。前方ですね、マドリッドの中心の広場とともに、スペインの中心の広場でもございまして、こちらに道路原表がございます。こちらからちょうど10本の道がスペイン各地に広がっておりますが、全てこの広場から測られておりますので、キロメーターゼロの広場とも別名、言われております。日本で言います日本橋、あるいはパリのノートルダム寺院の前の広場も同じでございますね。抱いて、カルロス3世の乗馬像のもっと向こう側ですね、小さな銅像ですけど、国会議事堂でございます。現在はスペイン、保守党政権のもとにございます。連日ですけど保守党政権のもとにございます。
82年以来13年間社会党政権のもとにあったんですが、経済問題で、ちょっとしくじってしまいまして、今では保守党政権のもとにございまして、アーモンド通りですね、日本の漢方屋さんなんかで売ってるそうなんですけどね、なんか7000ほど日本ではするそうです。プラド美術館の近くにあるサン・ヘロニモ教会は16世紀初頭に建立され、王室所有のカトリック教会として王室の数々の公式行事が行われてきました。プラド美術館は1785年に建築が始められ、フェルナンド7世の1830年に完成しました。スペイン王朝300年間に集められた絵画が約3000点収められています。中でもゴヤの作品が多いことで知られています。Thank you.